皆さんこんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber の荒ちゃんこと荒澤祐介です。本日は金曜日、チャレンジ荒ちゃんの時間ということで、今日はですね、これは何だろうな、玉川水系なのかな、ここ。ね、一応東京都なんですけど、某キャンプ場に来てまして、川がありますんで、ちょっと水切りチャレンジっていうのをやってみたいと思いますね。はい。もう、私、全盲になって30年以上でございますが、水切りなんてしたのは、何年前ですかね。30何年くらい前ですかね。はい。一応5回チャレンジで、そうだなぁ。3バウンドぐらいは行きたいですね。ね。3バウンドぐらいは。ということで、私の水切りをジャッジメントしてくれるのは、かなやんでーす。イエーイ。はい。かなやんは誰なのかというと、水切り専門家ということで。じゃあ、行きますよ。いけるかなぁ。何せね、角度がわからないからね。いきますよ。結構遠いもんな。こう。ワンバウンド。これ結構離れてるからね。もうちょっと近づいた方がいい。おう。この辺。はい。じゃあ、3回目いきます。せーの。こう。やっぱダメ？ダメか。どうしたの？深い。深い。あ、もうちょっと浅くないんだもんね。じゃあ、4回目いきまーす。はい、どうしよう。あと2回しかない。いきまーす。おぉ！難しいわ、やっぱ。昔はもうちょっとできたんだけどな。角度が低すぎるのかな。角度。もうちょっと浅いとき。ってことは結構もうちょっと遠くじゃないと。せーの。じゃあラストチャンスです。おっ、あ、一回。あ、でも、1回だそうです。ということで、昔はもうちょっとできたと思うんですけどね。はい。結構残念ですが、まあこんなもんです。はい。ということで、いいねボタンやチャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。